もミスタードライですけど、で今回はこちらでございます。はい、こちらですね、ライトのポジション追加がやってきているんで、こちらの超次チーム S 狙い撃ちスカウト回していきたいと思います。はい、ということでね、もうすぐ最強決定戦がやってきますんで、ここで純正の強化を図りたいなってことで動画回していこうと思うんですけれども、はい、まず僕の今のリーグオーダーの現状をね、お伝えしたいと思います。福留さんがミスターフルスイング決まってミパ A 同値、森野さんもバズーカ決まってミパ A 同値、ビシエドも高級ヘツタ決まってミパ A 同値で、その他はですね、山崎武史さんのミパ A 同値とゴメスさんのミパ A 同値を3805で入れているといった状況なんですね。で、あとの石川隆也さんと周平さんと福田さんは勝利の使者をしっかり決めていますと。で、木下拓也と阿部俊樹さんのミパ A 同値が決まっていないんですよね。この2人のミパ A 同値が決まると、山崎さんとゴメスさんを外すことができて、向井さんとか岡林さん入れることができるんで、この辺が本当に重要となってくるわけですよ。で、中村のりさんも決まっていないといった状況ですね。これが野手の現状でございます。で、投手はですね、9位制球同値の、オーダーを組んでいまして、まあ、柳さんとか川上健信さんとか又吉さんとか福谷さん、谷本さんあたりを9位制球同値でコンボを出しているわけなんですけれども、現状はね、コンボ1万1000あって、チームスピリッツ9万5300と、ただね、チームスピリッツを9万6000ぐらいに持っていきたいんで、9位制球同値よりも9位型でスピリッツを押していった方が強いんじゃないかなと考えておりますんで、まず今回早速ですね、ガチャの方で強化を図っていきたいと思います。で、狙いの選手なんですけれども、清水達也さん、高橋宏斗さん、ジャリエル・ロドリゲス、鵜飼康介さん、そして今回新しく出た4100の岡林勇希さんといった感じですね。で、 A ランクももちろん狙っておりまして、 A ランクの狙いは木下拓也さん、大野雄大さん、阿部俊樹さん、まあこの3名ですかね。特に阿部さんと木下さんを絶対に取らなければいけないといった感じですね。で、契約書もね、結構残っているんですよ。 S ランク自チームもありますし、 S 契約書も3枚ぐらいあるんですけれども、これはね、もう1回ポジション追加来てから回そうと思いますんで、今回はね、この超次チーム狙い撃ちスカウト、こちらの方でちょっと神引きしていきたいと思います。 S ランクが出たら次チーム確率が 50% で、3回目4回目から 60% ということで、まあ、結構ね、次チーム S ランクさえ出れば、幸る可能性も高いかなといった感じなんで、A ランク次チーム確定も大きいんで回していきます。頑張っていきましょう。マジで気合です。それでは回していきたいと思います。前回の最強決定戦前の超次チーム狙い撃ちはね、柳さんを見事引くことできたんで、まあ相性的には悪くないんですけれども、とりあえず A ランク次チームもしっかりと引いていこうということで、マジで運命のガチャやっていきたいと思います。まあ、今回の最強決定戦に関しては、まあ、結構ガチっておりまして、もう今回最強決定戦ベスト9を取れたらですね、まあ今後結構サボろうかなとか思ってるぐらい今回ちょっとガチっているんで、いやもうこのガチャでしっかりと決めていくしかないですね。さあ S ランク S マジ頼む。いやー、まあまあここはほんまにね、 S ランクの 2.5% を引くことが一番大事なんですよ。とりあえず最初は、さあ飛んで笑ってくれ、お願い、カモン。まあ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 、こういう時はもう A ランクしっかりと木野拓さんと阿部さん狙っていくと、狙いをしっかり、はい、切り替えていくことが大事なんで、まあ A ランクもね、はい、こんな感じで取っておいて、 A ランク自チームミキサーもできますんで、さあラスト、はい、あー柳さんか。まあまあ今後に置いておきましょう。まあ A ランク3枚出たんで今のは悪くなかったですね。さあ20連目いきましょう。まあ、50連以内に S ランクエースが来なかったら本当にきつい。まあ30連目40連目からだんだんね、確率上がっていくんで、まあ10連目20連目までは見逃してあげるよ、調子くん。今だけやと見逃してあげるのは。さあ飛ばないね。うん、ここまでは許してあげよう。まあ、確率が低いんで後に置いておこう、運を。さああとは阿部さんか木野拓さん引いてくれ。特に阿部さんやな。このミパ同値が決まるかがすごく重要な鍵となってくる。さあラスト、だー大島さんか。なかなか引かれへんすね。さあということで30連目、ここからはちょっとずつ確率上がってきますんで、うーん、まあなかなかね、岡林さん出る確率も低いんですけれども、とりあえずエース演出を見せてくれ、お願いします。このガチャマジで闇ガチャなんでね、あんまりエナジー使うわけにもいかないんで、節約していきたい。マジできるだけ早く終わらす。さあ頼む、笑ってくれ、お願いお願い、笑ってくれ。いやー、ほんまにあかんな。まあまあ30年まではね、まあ、ギリギリ許せる範囲なんで全然我慢しましょう。50年以内には頼むから出てな。はい、おお松葉さんの新規、まあ、これシリーズ2の背景かっこいいですね。さあラスト、あー全然出ないな。まあなかなか厳しいですね。40連目マジで頼むぞ、ほんまに頼むわ。
いやー月が来ないんすよね。レッツゴー頼む。いやレッツゴーも来ないか。やる気がなさすぎますね。ちょマジ最強決定戦、まあ、リーグってね、まあ結局財力ゲーみたいなとこありますけれども、やっぱちょっとリーグも僕的には YouTuber としてガチ出たいっていうところがあるんでね、ほんま頼む、笑ってくれ、頼むほんまに。いやきっつ、もうマジでこれ以上、はい、あ秋山さん、はい、まあ、A ランク出てくれてるんで気分は悪くないけども、マジこれ以上回すわけにはいかんのよ。ラスト頼む。よっしゃ来たー、阿部俊樹ありがとうございます。最近消防部復活してきてるんで、いやこれはでかいっすよ。ナイスナイス。さあということで50連目いきましょう。まああと30連ぐらいかな、回せんのほんまに。このガチャに100連とか回せんぞほんま、お願いします。オッケーオッケー、やっと月来ました。ここから確率上がっていくんでね。レッツゴー、来ないか。ちょマジで S ランク全然来やんやん。ほんまに頼む頼む、レインボー。いやーなんなんこのガチャ、泣かせに来てますね完全に。俺コンビオーラなし、やば。はい、いやーマジかよ、確定以外の S ランクも来ない。はい、まあ、A ランクは結構いい感じに引いてくれてるけどさ。さあラスト頼む、気の毒阿部。いや藤島さんはマジ多すぎるわ。ということで60連目っすかね。ちょっともうこれ以上回すわけにはいかんぞ、ほんまに。もうあんまエナジー使えないです。おっしゃやっと来た。ここで幸子が出るか出やんかよ。幸子出たら岡林さんの確率高いけれども、お願いします。いや来ないか幸子。いやマジ幸らんかったら意味ないっす。せっかく S ランク出ても幸らんかったら意味ないんで、とりあえず一線越えて、よし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 、2枚引きもあるよ、2枚引きある。これ青こい。いやー来ない、打ってくれー。いやーマジかお前、 S ランク引いてくれるかな、ちょ自チーム引いてくれるかなこれ、マジか。まあ、まだ幸なんかあっても全然シングルの可能性あるよ。おーオースティン、ちょっとやよ、80連目か90連目に来てな。いやマジか、 G チームは確定した。 OK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 、 G チームは確定したんで、あとは S ランク G チーム引けるか頼む。これ S ランク 60% かな、お願い。で一発で狙い引けたんで、大勝利と言っても過言ではないでしょう。岡林さん育成して、阿部俊樹さんと木野拓さん育成して、最強決定戦ちょっと備えていこうと思います。それでは最後までご視聴いただいてありがとうございました。